変人さん続きからやってきますよ。もうことあるごとにいろいろな変人さんが出ております。で、前回は、まあ、ミキサーと結婚した男かと思いきや男が女性側だったというとてつもない展開でしたね。で、304号室は人を驚かせること、かっこホラーの方でやりたくて悪霊退散しちゃったというなんかとてつもないまたすごいストーリーでしたね。203号室の人がここで除霊されるとは思わなかった。そして今回は401号室。なんか壁に開いてる穴が不穏な空気、うん、名前も荒ぶる女だからね。じゃあ行こうか。401号室荒ぶってるんですか、暴れているんですか。401号室荒ぶってんね。これはもうお邪魔します。家賃回収に参りました。あー、ちょうどよかった。何、乗り込む寸前だったのこっちに。私もう我慢の限界。なんかフラフラしてますよ、大丈夫ですか。大丈夫じゃない、ごめんなさい。寝たいの、眠れないのよ。ああ、イライラする。なんで眠れないの、何があったの一体。彼女の苛立ちの原因は、ああ、これは多分お隣さん。ハッピーウェディングって書いてある。あれ待って、お隣さんって確か、あ、違うか。401だから違うか。あ、わかんないな。まあ、多分お隣さんが原因なんだと思う。壁に血にじむぐらい殴ってんじゃん。ちょっと待ってな。ここ終わったらすぐにお隣さん見に行くからな。壁の向こうのお隣に苛立っている。あー、これやばいね。ご近所トラブル起きてるね。ちょっと壁にひび入ってるじゃないですか。結婚まで残ってるし。誰が結婚できない？売れ残りですって言ってない言ってない。言ってませんよ。壁に血の跡があったので。ああ、そういうこと。落ち着けって。相当気が立ってるな。隣の声がうるさいのよ。殴りすぎて拳が擦り切れたわ。お隣は402号室ですね。そうよ、いまいまし。夜な夜な声が聞こえてくるの。それはあれかな、テレビの方でやってこういうイチャイチャしてる感じなのかな。待って、隣の住人はどんな人、これってテレビでいいのかな、合ってるかな。合ってる。あー、合ってた。イチャイチャしてるのね。うん、確かにな。ちょっと悔しいよな。結婚できないことに対しての怒りが尋常じゃないんだろうな。隣は男女カップル、イチャイチャな声が耳障りらしい。あ、コマーシャル入った。何のコマーシャルだ、初めて見たかも。お、なるほど、隣はカップルで住んでいると。毎日男と女の声が聞こえるわ。直接顔を合わせたくないし、注意してくれない。わかった。わかりました。できるだけ早く対応しますね。お願いね。それで家賃をいただいてよろしいですか。そうだったわ、あそこ素直にくれるんだね。あれ、あー、どこだったかな。部屋荒れてるもんな。赤いバッグに入れてたはずよ。赤いバッグ右下じゃない、多分結婚式とかに呼ばれるんだろうな。婚活メモ1人目、なんだこれ。会社員32、年収500以下マイナス40、鼻毛が出てたマイナス20、ひげが濃いマイナス10、服装がダサいマイナス、話つまないマイナス0点じゃん、もうなし。うん、こういう人とは結婚したくないんだな。これいいの、え、これでいいの。お金じゃないけど、全くお金じゃないけど。でもなんかこう、今の時代そんな無理して結婚にこだわらなくてもいいんじゃねって思っちゃう俺がいるんだけど、どうなんだろう。なんか昔に比べてさ、なんか昔は結婚しなきゃ負け組みたいな感じだけど、今って全然そんな雰囲気じゃないし、焦る必要ないんじゃねって思うんだけど、どうなんだろう。まあこれは女性の悩みなのかな。お金じゃなかったです。何やらメモが。あ、やだ、これ婚活パーティーの時のメモだわ。見てませんから。見てませんので。別にいいのよ、あなたに見られたって。え、あなたによく思われたいって思ってないし。おい、いいのかそんなこと言って。こっち管理人だぞ。意外とお金持ってるかもしれないぞ。男として見られていないみたいだな。財布はこっちだったわ。はい、家賃を受け取った。それでは苦情の方を私から伝えておきますので、早めにお願いね。じゃあ今すぐ行ってきます。これでまた秘密も見れるわけでしょ。この人の秘密ってなんかあんの。はいはい、秘密見に来たよ。きゃ、もう、あ、これお隣さんじゃない。そんな、まひるくん。焦らないでよ。早く来て。また壁のぶん殴るぞ、これ。まひるくんの、早く来て。お、やめろやめろやめろ、お前。かわいい声だな。いい、最高。へへへへ。あ、やばい、これぶん殴る。うわあやばい。いい加減にしなさいよ。眠れないって言ってんでしょ、ゴン。あ、壁に穴開いちゃった。はあ、貫通した、貫通したの。お隣さん覗くなんか新たな趣味目覚めちゃうんじゃない。401号室クリア。荒ぶる女は壁に穴を開けた。
話の焦点が隣人トラブルになっているためやや変人性が薄れてはいるが、彼女も立派な変人さん、絶賛婚活中、理想が高く出会った男性は限定方式でふるいにかける、普通拳が擦り切れるまで壁を殴ったりしない、結婚できない理由はきっとそこにある、まあ、この人と結婚した人は不幸になりそうだよね。なんかミスを犯すたびにグーパン飛んできそう怖いからね。じゃあその問題のお隣さんに会いに行こうか。写真イケメン彼氏っぽい、静かな女って書いてあるよ。どういうこと、矛盾してるけど。ちょっとお隣さん、今隣人トラブル起きてるんですけども。ゲームだった、まさかのゲームだった。お邪魔します、家賃回収に参りました。どうも。お、すごい静かだよ。家賃を受け取った、ありがとうございます。では。そっか、ヘッドホンつけてゲームやってるから壁殴られてても気づかないんだ。あ、ちょっと待ってください。まだ何か、少しお伺いしたこと、お伺いしたいことがあるんです。何でしょう。お隣から苦情が来てるんです。あなたと男性の声がすると。な、ありえない、男の声がするはずないでしょ。これは何をやればいい。男の声がするはずないでしょう。わかんないんだけど、どれをタッチすればいいのか全くわからないんだけど、ゲームでいいのかな。俺のもんになれよって言ってるけど、当たったっぽいわ。ヘッドホンつけてるから音しないってこと。これはきっと男性キャラの声も楽しめるゲーム、乙女ゲーってやつかな、いわゆる。でもキャーとか言って喜んでなかった。これ乙女ゲームってやつですよね。ちょっと勝手に見ないで。すみません。確かにこれは男性の声がするけど、隣まで聞こえるはずないから。これはヘッドホンつけてるからってことじゃない。でもなんかさっき聞こえてたよね。どういうこと、聴力やばいってこと、あの女の人。ヘッドホンをしているため音は漏れないということらしい。あ、コマーシャル入った。あ、出た。これこの CM さ、見てて、ね、ちょっと面白そうだったんだよね。でもこの手のやつって広告とあれが違うんだろうな。この男超クズだからね、めちゃくちゃ煽るからねお前の負けだぜみたいな感じで煽ってるじゃあちょっとスキップするよ。はいはい、行くよ。ヘッドホンしているから声が漏れることはないと。絶対つけてるんですか、たまにつけ忘れて遊んだりとかは。このゲームフルボイスなの。ヘッドホンしたらまひるくんが耳元で囁いてる感じがやばくて、ぐーなんか言ってるぞ。そうですか。っていうか私も苦情があるんだけど。あ、これは隣殴られてるとかじゃない。彼女の言う苦情とは、これこの下穴開いてるとかじゃないのかな、どうなんだろう。え、違った、マジか。じゃああと何かな、苦情なんか。あ、来た。管理人さんへ、お隣の声がうるさくて困ってます、ご対応お願いします。何これ2人して噛み合ってないんだけど、何が起きてるの一体。隣の声がうるさいという内容だ。次に進む。これはどういうことですか。あなたも隣の声がうるさいと。男連れ込んでるのはあっちでしょ。怖い怖い、急にホラーの話に。喧嘩か何か知らないけど、ヘッドホンしててもどんどん暴れる音聞こえるし、まあこの人静かに暮らしてるみたいだし、壁ドンが自分に向けられたものだと思わなかったのか。なんか男の息遣いも聞こえるの。気持ち悪いからヘッドホンして過ごしてるけど、嘘をついている感じはしないな。でも真昼とか言ってなかった？あれ？でもお隣の女性が言うには、こっちから男の声がするらしいんですよね。知らないですよ。っていうか私彼氏いないから。なるほど、そこは疑わないんですね。超失礼しちゃう。ごめんなさい、そういうつもりでは。できるだけ早めに原因を突き止めますので頼みます。はい、それではお邪魔しました。幽霊いる的な感じじゃね。だとしても真ん中部屋ないけど、怖すぎん。はいはい、じゃあ一応秘密見てくけどどうなるか。いやー、まひるくん、今日も尊みを禁じえない。そんなまひるくん散らさないでよ、早く来て。あれ、俺やっぱりこれだよね、原因これだよね。まだ来ないの、我慢できない。まひるくんのスチール早く来て。あ、もうこんな時間、もう寝なきゃ。おやすみ、まひるくん。お隣になんかいる。かわいい声だな。いい、最高。へへへ。壁の中に住んで長いけど、
左右に女が越してきたのは初めてだ。あ、で、これで壁穴開いてバレるんじゃねこいつ。へへー。ちょっと覗き穴でもあればな。ああ、やばいやばい。ああ、いい加減にしなさいよ。眠れないって言ってんでしょ。あ、ああ、な、本当に覗き穴できちゃった。いや、これはデカすぎるな。これ、バレるでしょ。これ絶対捕まるやつでしょ。とんでもない事実だったんだけど。こんなとこに人住んでるとは。部屋の間には男が住んでいる。いや、もうおっかね。荒ぶる男と静かな女の部屋の間で住み続けていた男。天井裏から侵入し、少なくとも彼女たちが越してくる前から住み続けていたらしい。荒ぶる女が壁に穴を開けたため、この生活も間もなく終わりを迎えるだろう。怖、目やったら超怖いわ。え、壁の中に誰かいるんですけど、みたいな感じになってるわけでしょ。おっかな。ここに住んでますからね。この真ん中に401と402の真ん中に今住んでますからね。はい、ということで今回はここまで動作させていただきます。次回は403と404号室見ていきますね。はい、それではシアンでした。みんなもね、壁の間にもしかしたら誰か住んでいるのかもしれないので気をつけてください。それではシアンでした。またね。